ペニャロールのサポーターナシオナルのサポータークラシコでるフトボルウルグアージョまたはスーペルクラシコはウルグアイの首都モンテビデオを本拠地とする2つのサッカークラブ CA ペニャロールとナシオナルモンテビデオとの間で行われるラテンアメリカで最も歴史のあるダービーマッチであるウルグアイのスーペルクラシコはウルグアイのサッカーにおいてはもちろんのこと アメリカ大陸全体を見渡しても最も重要なライバル関係の一つである。ウルグアイで最も人気のある二大サッカークラブのペニャロールとナシオナルの間で争われる。2019シーズン終了時点で両クラブはウルグアイ国内リーグのプリメーラディビシオン116シーズンのうち97回の優勝を占めている。国際大会においても両クラブ合わせて コパリベルタドーレス優勝8回、インターコンチネンタルカップ優勝6回を含む数多くのタイトルを獲得している。両クラブの初対戦は19世紀末の1900年7月15日で、イギリス以外では世界でも最古のダービーマッチの一つである。南米にはヨーロッパ出身の移民労働者によって創設されたサッカークラブが多く、ペニャロールもまた、 1891年9月28日にセントラルウルグアイ鉄道で働くイギリス人たちによってカークとして創設されたモンテビデオ郊外のビジャペニャロールを活動拠点とした黄色と黒色のクラブカラーは鉄道の信号と踏切の色に由来する創設メンバー118人のうち72人がイギリス人1人がドイツ人45人が ウルグアイ人であった。1900年、同じくヨーロッパ出身者が中心となって運営する4クラブでサッカーリーグを創設。1911シーズンまでに5回のリーグ優勝を果たすなど好成績を収めていたが、次第に親会社にとってクラブ運営が負担になっていき、1913年12月13日にセントラルウルグアイ鉄道から独立して、 ペニャロールを結成した。1923年、ペニャロールは、ウルグアイサッカー協会に造反して、ウルグアイサッカー連盟を設立、独自の国内リーグを立ち上げた。その後、1927年に再統合されるまで、国内サッカーは大混乱に陥った。1927シーズンに、正規の国内リーグへの再加盟を果たし現在に至っている。一方、 ナショナルは、旧来からモンテビデオに住む、ウルグアイ人が中心となって創設した、南米ネイティブのクラブである。当時のモンテビデオの人口29万人の、半数以上はウルグアイ国外出身者であった。そんな中、1899年5月14日に、ナショナルは創設された。トリコロールのクラブカラーは、ウルグアイ独立の英雄ホセアルティガスの三色機に、由来する。 カークをはじめヨーロッパ人によって運営されるクラブが多数を占める中、クリオーリョの選手によるクラブの結成は悲願であり、ナショナリズム支持者を中心に急速に人気を獲得した。国内リーグへの初年度の参加は拒否されたものの、リーグ創設2年目の1901シーズンにようやく参加を果たした。以来、一世紀長にわたり一度もリーグ脱退や二部降格すらも経験することなく、 現在に至っている。ウルグアイ人のためのクラブであることを証明するように、ウルグアイ代表がアルゼンチン代表から初勝利を挙げた1903年9月13日の親善試合のメンバーは完全にナシオナルの選手だけで構成されていた。このように両クラブは人気と実績において国内を二分してきただけでなく、 モンテビデオ郊外のイギリス人労働者のスポーツクラブにルーツを持つペニャロールとクリオーリョが立ち上げて都心部で発展してきたナショナル。さらに一度はウルグアイサッカー協会に反旗を翻したペニャロールと協会に対しつに忠実であり続けるナショナルというアイデンティティの違いも互いの対抗意識を増長させてきた。 19世紀に始まった2大クラブのライバル関係は21世紀に入った現在も続いている。ペニャロールのホームスタジアムは2016年にオープンしたエスタデオ・カンペオン・デル・シグロである。ナショナルのホームスタジアムは1900年会場で1930年に開催された第1回ワールドカップの会場にもなったエスタデオ・グラン・パルケ・セントラルである。カンペオン・デル・シグロが完成するまでは ペニャロールは第一回はワールドカップの決勝の聖地であるエスタディオ・センテナリオを事実上ホームスタジアムとして使用していた。一方のナショナルもグランパルケ・セントラルが2014年の拡張工事までは手狭であったためスーペル・クラシコなどのビッグゲームではナショナルスタジアムであるセンテナリオを使用することがこれまで多かった。ペニャロールは1891年9月28日に カークとして創設され、1913年12月13日にペニャロールとなった。一方のナシオナルは1899年5月14日創設である。ペニャロールを全身のカークと同一の組織体とみなすべきか否かについてファン、評論家、クラブ関係者などを巻き込んだ論争が繰り広げられている。 カーク時代に5回の優勝を記録していることから、仮に、両者の歴史的連続性が認められないと判断された場合、クラブの歴史の古さや国内リーグの優勝回数などにおいて、ナシオナルがペニャロールを逆転することになり、ウルグアイサッカーの名手論争にまで発展する。この記事におけるデータなどの記録は、特に断りがない限りペニャロールがカークの歴史を、 引き継いでいるものとして扱っている。パナレル、ナショナル、ウナリーバリーダットニーカ。フィファ、2009年7月29日閲覧。モンテビデオエスエンシェントスパークラーシッコ。フィファ、2012年8月17日閲覧。ラフォージャデラリーバリーダットクラシカ、ナショナルパナレル ENL、モンテビデオデル900。F リポーツ、2005年9月閲覧。 ウルグアイアンダービーパナレル VS ナシオナル RSSS 会2019年12月15日閲覧ウルグアイサッカーの名手論争、ウルトラスニュースオブアジア2019年9月30日閲覧ありがとうございます